な連敗になってきました。3連敗が一度もありませんでした。つまりそれは修正がしっかりできるからこそ連敗しないというところにもつながります。いやこれはいい、いやいいディフェンスですね。今のもスイッチディフェンスになりましたが、あー今ブザービーターになりました。田中大輝、いやすごいです、うん、スティールになった。ボール集中して田中自分で持ち込んで決め切りました。見事なスティールから田中大輝場内大拍手とかっていう感じで、ね、慌てて守るような感じだったんですが、それだけ激しい森井のねディフェンスでもこの人は成長はあるんですが、田中だ、まあ、これはね田中のこのルーズボールまた取った。田中がよく取った。サードチャンス、また自分でいった。バスケットボールか。いや田中のこのリバータック、田中のねドライブがすごい来てますわ。これディフェンスまさかっていうタイミングでドライブされるんで対応ができないですよね。ヘルプもできない。これ2回連続ファウルですもんね。ですからこれも新潟たまらずタイムアウトを取るということで、いや小島、田中しっかり決めてきました。最後今柏木も来ていたんでどうするかなと思ったんですが、ちょっと新潟がこの時間浮き足立っている。さあ落とした、マジはゲートワン、バスケットボールカウント。いやっていうよりもマジはすごく今強かったでしょ、はい、ぶつかるのも分かっていて、しかもこの状況で左出てるわけですからね、よく決め切ります。